誰にも負けません。あ、食よ。この戦闘、私たちは勝たなければ。はい、待ってては。これが伝承の力です。へえ、戻ってきたのか。一杯どうだ。エデンのコレクションはどれも貴重な名酒ばかりだぞ。お酒は飲まないと言ったでしょ。はあ、残念だ。これは楽園では数少ない楽しみなんだがな。今度会う時にあなたが私の邪魔をしなければ、それが私にとって楽しいことになるのだけど。そいつはできない。仕事は仕事だからな。負けたのに楽しんでるの？ほう、自信があるんだな。ここは意識の空間だ。忘れないでくれ。そう言われると次こそ手加減しないぞ。そう。なら、ヨルムンガンドの労災申請の手続きについて復習しておくことをお勧めするわ。精神面に関するね。はいはい、やめておくよ。お前は楽園に来てから、ますます辛辣になった気がする。あの人畜無害なお嬢様は、一体どこに消えたんだ？ずっとここにいるなんて、することがないの？そうだが、ちょうど、最近はヨルムンガンドも暇でな、仕事がないんだ。最近、孫子と共に、虚空万象をオットーに返したんだと。虚空万象？どうした？やっぱりハイペリオンのお友達が心配なのか？それより気になるのはオットーの動向そのものよ。あの男はあなたの孫子と同じで、慎重に行動し余計なことはしないな。なら孫子に直接聞いてみたらどうだ？一緒に行ってくれないの？私が？勘弁してくれ。せっかく暇になったんだ。もう少し満喫したいんだ。私は。わかったわ。教えてくれてありがとう、バタリガラス。やめてくれ、お嬢様。それを伝えるためにわざわざここで待ってたみたいになるじゃないか。ただの世間話だ。忘れないでくれ。私は行方不明になったんだからな。あいつがここを出たら、このホールも一気に寂しくなってしまった。どうせ暇だし、適当に見て回ろう。そうだな、初心に帰ってみるか。転送装置が使えないとは。どういうことだ。あいつがここを出たら古の楽園も閉店になるのか。クラインに聞いてみるか。彼女は情報室にいるはずだ。やあ、クライン、何をしてるんだ？こんにちは、渡りガラス。見ての通り、楽園に必要な検査とメンテナンスを行ってる。ライデン・メイト、博士。メビウスとの戦闘は、楽園自体に不可逆的な影響を与えたようだ。例えば？システムのデータに異常があった。最も早いのは、12時間前。
楽園のインデックスにエラーが発生したけど、約 1.4 秒後に修復された。似たような状況が今日だけで7回も発生していて、しかも消えるのが早すぎて役に立つ情報を集めにくい。それらの異常がライデン名に関係してると思ってるんだな。あくまで私の推測。今までもこういうことはあったし、記憶体の動きも多少関係してる。そして今最も彼らの注意を引いているのは、ライデン・メイと彼女の律者という肩書きだから。つまりまた誰かに狙われてるってことか。未知の英傑か。あいつが興味を持ちそうな情報なのに、よりによって本人がいないとは。ここであいつに情を売っておけば、今後いろいろと便利になるかもしれないな。一つ提案があるんだが、私が代わりに実地調査をするっていうのはどうだ？その提案は、あなたが楽園に入り異常エリアを調べるという意味。確かにそれも一つの手段だけど、うん、わかった。今はそれ以上の選択肢はなさそうだし、放っておいたらこれらのエラーコードは完全に消えるかもしれないから。ホールの転送装置を再起動した。お願いだから、少なくとも調査報告が事故報告にならないようにしてほしい。私を心配してるってことにしておくさ。さて、行こうか。これでハイヘビ側にも理由ができたし、一石二鳥。さすが私だ。以前と同じ景色じゃないか。何の違いがあるんだ。はーい、こんにちは。お前はエリシア？あら、私たち初対面よね。でもあなたは私のことをよく知ってるみたい。さてはメイにいろいろ聞いたんでしょう。うんうん、わかるわよ。だって私もあなたのことをずっと見てたもの、ナターシャ。それは光栄だ。私のことなんて興味がないと思ってたよ。何せ試練を受けた時はあの4人、いや5人の英傑にしか会えなかったからな。もうそのことを気にしてるの？それはちょっと、ほんのちょっと、本当にほんのちょっとだけ誤解があったのよ。フードに関する誤解だな。ほら、誤解が解けたらすぐにあなたの前に現れたでしょ。私だって自分のミスを必死にカバーしようとしてるのよ。あなたはメイや私と同じように優しくて美しくて可愛い女の子だから、私のことを許してね。いいでしょ。ありがとう、そう言ってくれると思ってたわ。じゃあ私の気持ちが伝わるように心を込めてあなたに祝福をあげるわ。もちろん拒否しないわよね。
気持ちは心地いいでしょう。生まれ変わったような気がしない？これは記念すべき出会い。私たちの関係がもっと深まるように、これらの祝福にはそういう気持ちが込められてるの。ほら、あなたとメイ、私とメイはすごく仲良しでしょ？だったら私たちもすごく仲のいい友達になれるわよね。時間はまだまだたくさんあるわ。ゆっくりお互いのことを知っていきましょう。消えた。エリシア、本当に不思議なやつだな。だが彼女は楽園の異常とは関係がなさそうだ。僕はメリウスとは違う。自分の意思。エリのことを情熱的すぎると思ってるかもしれないけど、今のところ全て正常だが、さすがに無駄足ってことはないよな。このロゴはフェリスの店か。ここは相変わらず何も変わってないな。壊れた木彫りの人形、ワインの線、葉っぱ、半分だけの試験管、それらのものが金や銀の中に混ざってるところも全然変わってない。当時はこれらの変わった商品があったおかげで、あの仮面をかぶった男をなんとか振り切って奴の採取場から逃げ切れた。今の状況に役立ちそうなものはないか見てみようか。おや、ネックレス、純度は悪くない。これは、あ、誰だ。猫？やっかいなことになったな。小動物の相手をするのは苦手だ。お前いい子だから、そのネックレスを渡してくれないかな。早く来ないとこっちも本気を出すぞ。まったく、私は何をしてるんだ。どうしてここに猫がいるんだ。いや、こいつ本当に猫なのか。まさかこいつ、クラインが言ってたエラーと関係があったりするのか。私をどこかに案内しようとしてるみたいだ。いいだろう、言ってやろうじゃないか。わかった、そのネックレスが欲しいならついてこい、そういう意味だな。こいつ、見た目は丸いくせに機敏に動けるんだな。私の推測が正しければついていけばいいはずだ。
ここなのか、お前。それ気をつけろ。すみません、説教したいわけではなく。今度はこっちか。この典型の刻印が君に進む。え、このマークは。やっぱりこいつは私を異常の隅に案内しようとしているみたいだな。どういうことだ。誰がスイッチを切った。あの猫いなくなってる。結局ここに来てしまったの、見知らぬ旅人。誰だ。ぐっ、何。あなたがこの楽園に変化をもたらしたの。声が直接頭の中に入ってくる。ああ、あなたは私が待っている相手ではない。あの扉の奥に誰かが。クラインの言ってた異常はここか。今はまだ早すぎるかもしれないけど、いつかあなたは彼女をこの聖堂のもとへ、彼女を私の前に連れてくる。ある理由から私は古の楽園での探索を一時的に中断し、カロスタンにいるキアナちゃんたちに協力した。雷の律者の力を上限まで解放した後、私はコンケストジェムの根源に入り、それを通してキアナちゃんを助けた。そして私はそれと再び接触した。あの一瞬確かに見えたわ、崩壊の意志が。予想した通り、それに姿はなく、言葉では表現できなかった。まるで私の姿を映すぼやけた鏡のように、近いのに触れられないほど遠く感じた。もちろん私の質問に対して価値のある答えなんてくれなかった。決
けど、返答がないことも一つの答え。教えてくれなかったことは、あなたと戦ってた人たちから手がかりを得てみせる。そういえば、渡りガラスはどこに行ったのかしら。